女優の山田杏奈が、今日19日に放送されるフジテレビ系ドラマ、グッドドクター、毎週木曜22時チルダに出演し、妊娠した女子高生を演じる。グッドドクターに出演する山田杏奈イコールフジテレビ提供山崎賢人演じる自閉症スペクトラム沢貝デコミュフィケーション能力に沢貝を抱える一方、驚異的な記憶力を持つサヴァン症候群の青年、新藤湊が主人公の同作。第2話では、山田演じる妊娠中の女子高生、菅原結菜がある日、破水をしてしまい、緊急出産することになる。生まれてきた赤ん坊は、低出生体重児で、腸のほとんどが壊死してしまっている状態。結菜と赤ん坊は、湊が勤める統合記念病院に入院することなるが、オペをしても助かる形。率は非常に低いため、小児外科長の間宮、嫁ぎ重幸は、治療での回復を待つと判断。そんな中、湊は結菜に、高山、藤木直人、なら助けられると告げ、それを知った高山は、烈火のごとく怒り。テレビ朝日が放送を中止したことでも話題のドラマ、不公職のワンルーム、ABC テレビ。虐待といじめで行き場を失った少女を演じるなど、数々の難役を演じてきた山田。今回の役柄については、台本をいただいた時に意志の強い、赤ちゃんへの愛が深い子だなと思いました。高校生で子供を身ごもって産む、という選択をするのは相当な覚悟だと思います。し、そこに至るまでの過程を踏まえて大切に演じたいと思いました、と語る。初共演の山崎については、湊先生の温かさやまっすぐさに動かされたところがすごく多かったです、と言い、事務所の先輩である上野いつき。里については、監督に一つ一つのセリフを確認されていたり、とにかくお芝居に対して真摯に向き合われている方でした。夏美先生、上野。とのシーンが多かったのですが、こんな先生と出会えた結菜は、本当に幸せだなと日々思いながら撮影していました、と印象を語っている。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。